はい、今回は桑田佳祐さんです。桑田佳祐さんと言いますと、お子さんがお二人いらっしゃるわけなんですけども、実は3人目の息子さんがみたいなね、ネット上で噂に上がってたんですよ。これはなぜかと言いますと、結論から言いますとですね、2回ほど噂が出てるんですね。3人目の息子がいるという噂、これはですね、全く真実ではなかったんですけども、でもなぜそんな噂が出たのかとおっしゃいますと、CM で共演された池松さんという俳優さん、これはですね、2011年ですけども、ドコモの CM、 NTT ドコモですね。で、バイクで2人乗りしてるシーンがあるんですね。で、後ろに、桑田佳祐さんですね。前にその池松さんという方が乗られていて、要はシチュエーションとしては、親子というようなね、感じなんですよ。で、その演技があまりにも良かったということで、あの方は息子さんですかという質問がね、上がるほどだったと言うんですよね。その、なんていうんですかね、微笑ましい感じが親子っぽかったということなんでしょうね。そのため、そういった噂が上がったということなんです。そしてもう一つありまして、これは本当の全くの勘違いということなんですよね。桑田真澄さんのご次男の方、マットさんというね、ちょっと何と表現していいのか僕もよくわからないんですけども、キラキラした男子という感じでしょうかね。で、この方、意外と桑田佳祐さんの子供さんということで、よく間違われるということなんですよね。そういうふうに勘違いされているという方も中にはいらっしゃるということなんですね。ああ、なるほどという感じはしないでもないかなという感じなんですよ。で、その、2つの理由から3人目の息子さんがみたいなね、お話が上がってたわけです。で、そんな、桑田佳祐さんなんですけども、桑田佳祐さんの生涯年収というのが、上がってましたね。これは恐ろしい金額が出てましたけども、生涯年収としておよそ70億から100億ぐらいあるんではないかというね、お話ですよ。どうなんでしょうかね。でも、それぐらい、あってもみたいなね、今までの経歴からするとおかしくないかなという感じがいたしますけどもね。で、そんな桑田佳祐さんの、息子さん、先ほどおっしゃいましたけども、お二人いらっしゃるんですね。そのうちの次男の方が、小学校を卒業される時のエピソードが、これがね、もうなんと羨ましいことかというね、同級生は、洋介さんの同級生、次男の方、洋介さんというんですけども、なんと羨ましいのかというね、エピソードがあったんですよ。これはですね、桑田佳祐さん、次男の洋介さんの、卒業式に出られたんですね。で、その謝恩会というやつでしょうかね。そこで、なんと、クラスの中でギター1本で弾き語り演奏をされたと。しかも、名曲の津波、あれをやられたというんですよね。これは本当に週刊誌にババーンとでかく出てましたよ。その卒業するまで、クラスの中で洋介さんのお父様が、桑田佳祐さんだという情報は全く知られていなかったということなのでね、相当びっくりされたんではないかという感じですけどもね。なんとも羨ましい同級生になりたかったという感じがいたしましたけどもね。これはですね、奥様であります原由子さん、あの方が当時 PTA の役員をされていたんですね。そうしたため、サプライズ演奏が実現されたということなんですよね。これはかなり力技を、されたのかなという感じがしますけどもね。でも、学校側としては、悪い気はしないと思いますのでね。そのエピソードによって、多分その学校もかなり有名になったんではないかなという感じがしますからね。そして、桑田佳祐さんのご長男、次男の方は、一般の方ということで、情報は先ほどのね、小学校の卒業式ぐらいのお話しかなかったんですけども、長男の方はですね、実は、芸能界で活動されているということなんですよね。ご職業は、バンドマンということなんですよ。お父さんが通っていた青山学院大学在学されている時に音楽活動をされて始めたそうですね。卒業された後に、バンド2つを掛け持ちするほど、バンド活動に熱中されていたということなんですけども、卒業された後、いくつかのレコード会社からデビューの誘いはあったそうなんです。しかし、桑田佑樹さんは親父の名前を出されるのも比べられるのも嫌だというふうに最初は断ったんですね。確かにね、やっぱそこまで自信がなかったというのもあったのかもしれませんけども、絶対比較されますからね。で、その誘いを断って、特に就職もされなかったんですよ。で、六本木のライブハウスなどでバイトされながらギターを弾きながらといったね、悠々自適ですよね、ある意味。で、親のすねをかじる生活をしばらく送っていたということです。
で、ある時に語ってるんですけども、将来的にも会社勤めしたり CD デビューしたりということは考えていませんと。一生ニートとして過ごしますよと、まあ、勝手なことを言ってるわけなんですよね。まあ親としては本当に何たることかという感じがしますけどもね。まあそんな自虐的なことを言うのが結構口癖で、まあネガティブな感じがあったわけです。まあこれはやはり親の七光と言われるのが嫌で、本当はデビューしたかったんではないかなと思うんですよ。でもそんなね、偉大なる親の、七光だ、なんだと言われるぐらいだったらという感じでね、自暴自棄になっていた時期もあったそうなんです。で、桑田佳祐さんからも、お前はまだ早いと、バンドデビューは反対されていたんですね。うん。まあ、それもちょっと理由の一つかなという感じですよね。うん。まあ、そういう感じで、まだデビューできる実力なんかないよと。どうしてもデビューしたいんだったら絶対に桑田の名前を使うな。それでもデビューさせてくれるところがあるならすればいいと。そのようにね、まあちょっと突き放すような感じだったわけですね。まあ、こんなに甘いもんじゃないよと。ね、まあ、お母さんの原優子さんもそのようにおっしゃってたようですよね。で、そんなある時に、ゆうきさんの人生を一変するような出来事が起きるわけなんですよ。それが、桑田佳祐さんが、2009年に食道がんになられたということが判明したんですよね。まあ、そのことがきっかけでもう親に心配はかけられないと、ね、目覚めたんですね。うん。で、デビューを考えるようになったそうということなんですよ。うん。まあ、今まで趣味感覚でやっていたバンド活動もですね、本気でデビューを目指してくれるメンバーにチェンジされたり、真剣に音楽に向き合うようになったそうです。で、まあ、そんな息子さんの姿を見て、やっとやる気になったかというふうにね、思われたようなんですよ。で、息子のメジャーデビューに反対されていた桑田佳祐さんが OK を出されたんですね。桑田佑樹さんがデビューされるとなった時に、桑田佳祐さんが息子にできることは何だろうと考えたそうなんですね。元気なうちに親として息子にしてあげられることは何だろうと思って、桑田佑樹さんのサポートを全面的にするようにされたんですね。うん。で、その甲斐もあってか、2012年にはリードアラウドというバンド、こちらでにてメジャーデビューを果たされるんですね。まあ、かなり評価は良かったようなんですけども、残念ながらですね、2015年には解散されてしまうんですね。まあ、これは何度も何度もそのバンドメンバーで話し合って、やはりそれぞれの方向に向かっていこうということで、その結論に至ったということなんですけどもね。うん。そんな桑田佑樹さんは今現在はですね、どうされているのかというところなんですけども、今も音楽活動は続けられているということのようですね。表立ってあまりされてないんですけども、裏方の方でやられてるんでしょうかね。なのでね、やはりずっと継続続けることがやっぱり一番大事だと思うんでね、これからも頑張っていただきたいなという思いでございました。はい、というわけで今回は桑田佳祐さんについてお送りしました。実は桑田佳祐さんの愛車が K を乗っていると、生涯収入が70億とかなんですけども、ご自身が出演されているラジオ番組で現在は軽自動車に乗っているというふうにね、お話をされているようですよ。まあ確かに車ってのはただの足だという感覚ですよね。僕もそう思いますけども、なのであまり大きな車とか、やっぱり好きでなければね、その程度でいいのかなというふうに思いました。はい、というわけでそれではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。